はい、もう早くも嫌だって声が聞こえてる。いや、これ本当ちょっと、この顔で、これ笑いますよ。最近のブルータスみたいな。さあ、どうぞ。これです。顔がでかいですね。なんこれ。小回りくんみたいですね。小回りくん。小回りくん、しけ。懐かしい、小回りくんの顔。俺だって恥ずかしいの、お前が。こっちが恥ずかしい、前が恥ずかしいで。これかける2だて。これの事情。すごいなぁ。すごい。隣のお姉ちゃんは何でしょうか。これはもういつもの。あの、あれ知ったの、犠牲者ですね。まあ、顔だけ張ったの、これ大体。でかいじゃない、顔が。やけに。いや、これ小さいんですよ、女性の方が絶対。そう。僕普通ですもん、だって顔の大きさっていうのは。この顔が気持ち悪いだろ、だけど。すごい。さあ、次。あ、これも危ないですね。これも危ない。私は今度は普通ですよ。本当？はい。ほら。スーパーマンで またどこにまた話させてるの。あ、トレードマークですからね。ええ、東印、ええ、イメージを大切にして。今度あのセーターとかの間な、いろんなもんキャラクターグッズの時はパンツに花が刺さってるマークだ。マークでね、パンツマーク、いいですね。パンツに花が刺さってるのが、いいんだよな。誰が買うかい。千田さんお願いします。さあ次、これです。さあ出ました、セサミストリート。出ました、なんでしょうか、これは。あ、月光仮面。月光仮面です。月光仮面とかけてるんですかね。あ、なるほど、月光かけてるんですか。意味はわかんないですよ、本当に。ナショナルキッドみたいな。マイクでのね、宇津井健さんのナショナルキッド。さあ次は、またほら、ね、同僚の金持ちを誘拐して殺したみたいな顔してる。医者の、医者の息子、医者の息子寝たんでね、こういうやつらです、大体顔はね。はい、次、これです。これも似合いますけど、ね、似合うじゃないな。こういうのばっかり恥ずかしいですよ、ね。宝塚連れてきゃどうにかなるね。これいい。双葉さんの姉さんに似てますよね。そう、双葉さんの姉さんに似てる。新宿の参考庁だと阿部ちゃんの店で働いてね。ありましたね、そういうのはね。バナナちゃんですか。バナナちゃんよりもやや、はい。南部民家。お、妻目玉屋柳ゆうの2連発。これがひどいね。これが顔がまた曲がっているという。チルチルミチルコンビね。出ました。なんだこの小神一等は。ボケまくってるじゃないか。小神一等、紙粘土で作ったみたいな顔になっちゃってる。なんだこれ。顔なんか粘土で固めたみたいな顔になってる。このままこう動くだろうな。な、ひどい顔して、なんで柳が。柳昔とかってるよ、小さい頃とね。この顔はひどいね、しかしね。はい、やだな、あんな子。あ、ハゲいて、ハゲいて、ずるっハゲ。何でしょうか、何でしょうか。あら、リズマの立てるもこのままいけますね。このままいけるよ、日本に帰る。でも、やけに乗ってる鳥がでけえな、これな。肩重そうですね。なんか、猛禽類だね、また。猛禽類だな、これ、お前。高潮みたいなんだよ。他の鳥襲うで、この鳥。あれはオウムだったの、ちっちゃな。こんなでかいのいないよ。肩こっちゃいじゃねえか。大足かなんかついてんだ。危ねえな、これ。はい、次は。お、ダンカン君。ダンカン君、すっかり朝寝坊の顔。うわ、同じ顔。一刀彫りみたいな顔。情けない顔しております。どうでしょうか。あら、なにこれ。なんなのこれ、新興宗教みたいな。なにこれ。スタートレック。スタートレック。スポック。スポック。こうやってな。似てます、似てますよ。似てる、バルカン星人。気持ち悪いな、これ。なんだかな。どうなのこれ。頭なんか被ったのか。え、カツラです。カツラなんですか。はい。顔は、お面。え、いや、違うです。お面被ったのか。はい、違うです。お、ラッシャー君、情けない顔、はい。あら。出ましたか。わあ、お前そのまんまじゃないですか。ただ、真面目な顔してるだけじゃない。このまま真面目なところに。真面目な顔してるだけ。ただ目を大きくするだけ。それでも笑われてしまう、大事に。うわぁ、汚いなぁ。スナムシみたいだな、これが。さあ、どうでしょう。あら。何これ、ダルマ大使。トニーカース、トニーカース、トニーカース、エルビス。ああ、そうだな、俺トシ伊藤さんかと思った。さあ、というわけで、はい、今週もプロマイドのプレゼントがございます。宛先はこちら。